沖縄茂雄、を、1902年10月8日から1992年4月20日は、日本の内科学者、東京大学名誉教授、元日本学士委員会員、日本学士委員師賞受賞、文化勲章及び、訓一等随法賞受賞、石川県金沢市生まれ、金沢市で大日本帝国陸軍の軍人の、太田米丸の家に生まれる。 兄に大日本帝国陸軍中将を務めた、大田米夫がいる。飯尾松山半半氏で、国学者の大田光穂は、祖祖父。1909年岡山県立主藩学校附属、小学校入学。その後、東京府北豊島郡大地神城高等小学校に、転校。1921年に、父が亡くなったため、父のいとこで医師の沖中岩根と、養子縁組をする。 第2横浜中学、一高理科をつるいを経て、東京帝国大学医学部卒業。卒業後内科学、第2高材局に入り、復主に就任。呉立教授に指示。講師を経て、1943年から第2内科、助教授。1945年8月15日志願し、第2本帝国海軍軍医装医に任官。海軍衛生学校で、 雑巾掛けをしていたところで終戦を迎えた。1946年、坂口安史蔵の後任として44歳で、東京帝国大学医学部医学科内科学第3講座教授、第2内科出身者が第3内科の教授に就任することは異例であった。自律神経系の研究を行い、内科学の専門文化を主張して、神経内科を確立した。 1961年に本学士院恩師賞受賞。1962年には日本で初めて老年病学講座を開設し、同講座教授を兼務。1963年東京大学体官時の最終講義での自身の教授在任中の誤診率の発表は有名である。患者はその誤診率の高いのに驚いたが、一般の医師はその低いのに感嘆した。 公認の老年病学講座教授は、吉川正美、東京大学名誉教授の称号を受ける。虎ノ門病院設立に参画し、1958年の設立時から顧問を務めていたが、退官後は、虎ノ門病院院長を10年間務めたその後、沖中期年成人病研究所理事長に就任した。また、1963年から68年まで、 宮内庁内定維持参与を務めた。1965年に本学診院、会員、1970年文化勲章受章、文化功労者、1975年勲一等随法章受章、1992年13以上位上ョ高血圧のため苦しんだ谷崎純一郎の主治医となったこともある。 日本内科学会総会出席のため福岡駅の瓶に乗った際、ヨドゴハイジャック事件に巻き込まれて人質になったことも、ある。脳性、髄性推定路外シルベロ性、筋緊張の抹消経路に関する研究書は7年3月29日学位、14、私の履歴書、小中学校時代、沖中華に、養子入り私の履歴書、 公益財団法人沖中期年成人病研究所、1971年、10、臨床教育を、強化、あえて誤信率を発表私の履歴書、公益財団法人沖中期年成人病研究所、1971年、日本電気営動学会総会歴代総会長11、虎ノ門病院院長に就任、文化勲章受賞私の履歴書、 公益財団法人沖中期年成人病研究所1971年国立国会図書館 NDL オープックありがとうございます。